アゲハチョウが止まっている可憐な白い花、ニラの花です。会場には写真家植松邦夫さんの作品42点が展示されています。作品はすべて植松さんの畑で撮影され、どの写真も野菜の花と一緒に昆虫を写しています。 子どもたちに普段食べている野菜の花を見てほしいとの思いから撮影を始めたということです里芋の写真は花を咲かせるのに苦労し撮影までに7年かかりましたこの写真展が東北で開かれるのは初めてです青葉区の仙台市福祉プラザで今日午後3時まで開かれています